こんにちは。釣りラフタケです。突然ですが、皆さんは大事な時に限って忘れ物したことってないですか？まあ例えばですけど、まあ仕事で入社式があって、その時に限ってまあいろいろ持ってこいってあると思うんですけど、年金手帳とかね、そういう時に限ってあれ持った、はいこれ持った、入念なチェック前日にして臨んでるはずなのに、なんか当日になってじゃあ提出お願いしますって言われた時、あれないってないですかね。っていうのも、まあ久々に釣りに行ったわけですよ。でしたら首にね、GoPro がっちりつけてるわけですよ、首に。で、まあ釣り道具持ったと、SD 入ってると、よしと、今日は撮ったるぞというわけで、まあヒラメとかタイ狙いで、エコ丸の船ですね、まあ友人の船長の船に乗って行ったわけですけど、まあとんでもないのがかかったわけです、最初から。まあ言っちゃいますけど、マグロがかかって、まずね、想定してない。で、ラインがね、P の 0.65、リーダーが12ポンド。30分格闘して切られて、なんだと、聞いてないぞと。まあ、準備しとけっつう話なんですけど、取ってたのって言われて、いや、取ってたと思ったんですよ。したら、携帯忘れてて、GoPro 回ってないと、いう、まあ、形になっちゃって、うん。まあ、その時の映像こちら。まあ、マグロかかった後ね、その次は、なんだと。もう2匹目ですよ、2匹目。2匹目かけた時ですよ。また同じ走り方するわけですよ。ジューって。地平線の彼方に走っていくわけですよ、ラインが。スターン行くんですよ。海の彼方にね、パーって。またと。準備してないぞと。まあ、ファイトするわけですよ。1回目サメだと思ってたん、サメじゃない、マグロだと思ってたんですよ。でも似たような引き方するんですよ、どうも。あれおかしいなと思って、一生懸命やるわけですよ。大体20分ぐらいかな、セッティングが変わらずですよ。ほんで上がってきたら、みんな頑張るよ、マダイ頑張るよ、浮いてこねえかな。方向だったらひっくり返るかな。ダメだ。あれ？ペース上げるよ、ペース。ガッツいくってる。心臓飛んできてる、心臓。おい、おめでとう。サメ、うん、まあ、P ライン 0.65 の限界を感じましたよね。頭がこっち向かないんですね、うん、引っ張っても向かないいうので、まあなんとか取れたけどね、
まあ、しっかり準備しようと、いう動画でございました。で、まあ感想としては、この前、ちょっとね、ニキビがね、夏になるとひどくて、で、背中もニキビあるんですよ、自分。で、皮膚科に行ったんですよね。で、まあ、皮膚科で治んないからね、先生にいろいろ言って、どうしたら治りますかねって、聞いたわけですよ。そしたら、顔は塗り薬でいいですと。で、背中って結構蒸れるからできやすいんですよって。で、それって、カビって言われて、まあ、背中にカビ生えてるんですよね、もしかすると俺。お疲れ様でした。